生活をしていると必ず発生するゴミ。そんなゴミの中で今回は廃食用油の出し方と注意点についてご紹介いたします。おう、レイコ帰ってたのか。そうなのよ、お父さん久しぶり。久しぶりにレイコの手料理か。でも俺油も苦手なんだよな。違うわよ、今使い終わった油捨ててるのよ。そんなのさ、新聞紙に染み込まして可燃ゴミに捨てりゃいいじゃん。それはダメよ、使い終わった油はリサイクルできるのよ。車の燃料にもなるのよ。そうなの？そうなんですよお父さん。廃食用油はリサイクルしてゴミ収集車の燃料としても活用している大切な資源なんです。それでは廃食用油について詳しく見てみましょう。廃食用油の主な種類としてサラダ油、オリーブ油、菜種油、ごま油等の植物油に限ります。動物性油やエンジンオイル、工業用油は出せません。ゴミの分類がわからない場合にはゴミ検索システム、ゴミ分別アプリをご覧いただくか、環境事業センターまでお問い合わせください。熱が冷めたらペットボトルに入れ、きっちり蓋を閉めます。なるほどね。ちゃんと分かったところでゴミ出しといてね。戸建て住宅にお住まいの方は道路際の敷地内へお出しください。集合住宅にお住まいの方は専用集積所にお出しください。これからも住みよい町でいられるよう、ゴミの減量資源化にご協力くださいますよ、お願いします。